レースのとは、競馬場やドッグレース場と、カジノとを併設しているギャンブル場のことである。コールダーカジノのゲーミングフローアラチノとは、レース内しレーストラック、カジノの造語である。競馬人気の低下によって、経営難に陥った競馬場が打ち出した打開策であり、当初は競馬場の経営改善及び、競馬自体の活性化にも貢献した。 しかしたギャンブルとの競合などにより2020年、現在は難しい岐路に立たされている。競馬場とカジノの複合施設とは言っても競馬場の中にカジノがあるわけではなく、別個にカジノ施設がある。1953年にラスベガスに開場したラスベガスパークスピードウェイには競馬場と165台のスロットマシンがあり、霊シノの原型と評されることもある。 しかし、ホーマン経営により会場後わずか13日で破産、平常に追い込まれた。現在のレイシノは、1990年に、ウエストバージニア州のマウンテニア競馬場に70台のスロットマシンを置いたのが始まりである。その後、ロードアイランド州、ルイジアナ州、デラウェア州、アイオワ州、ニューメキシコ州などが続けて、イシノを作った。レイシノの設立により、 各競馬場の経営状態は大幅に改善した。例えば、アイオワ州のプレーリーメドーズ競馬場は1989年に開場したものの、すぐに破産に追い込まれた。再開はしたものの経営難は続いていたが、1995年にスロットマシーンを導入し、9000万ドルあった負債を1996年末にまで完済することができた。 レイシノによる経営改善により本来の競馬にも良い,い影響が出た。前述のプレーリーメドーズ競馬場では、競馬の総賞金額が1994年には100万ドルだったのが、レイシノ導入後には1400万ドルに増加している。他にもニューヨーク州競馬協会は、明ケダクと競馬場に設置されたレイシノの利益によって、サラトが競馬場の社員料を回収している。 しかし、いいことばかりではない。2006年にスロットマシンを導入した、ガルフストリームパークはその年は1台あたり415ドルを売り上げていたのが、翌年には1台あたり70ドルに激減している。また2019年にアーリントンパーク競馬場を所有するチャーチルダウンズ社は、同競馬場を霊志野にする計画を立て、イリノイ州知事と議会にロビー活動を行っていたが、 課税の点で折り合わずに断念した。これに伴い同競馬場が閉鎖に追い込まれるのではないかとの懸念が広がっている。そもそも同じギャンブルとは言っても、競馬とスロットマシンでは客層が異なり、霊子のは競馬場の経営改善には役立っても、競馬ファンの増加には役立たないという意見もある。サイエンティフィックゲームの CEO ローンウェルは、霊子のを 救世主として見るべきではないと述べている。2019年末時点で以下の15州に全部で51の霊子のが存在する。ただしこれら霊子のは法的な取り扱いが一定ではなく州ごとにバラバラである。例えばアーカンソー州の霊子のは州競馬委員会の管轄下にあるがデラウェア州では州の宝くじ協会の下にある。また、 アメリカ国外でもカナダ、オーストリア、フィリピンにもレイシノが存在している。ありがとうございます。